案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？Above. 君たちがファデュイなら、女皇から報酬をもらえるかもしれないが。Oh, wow. 残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。君たちのおかげで俺は苦労せずここを見つけられたけど、今更俺を止めようと？無駄だよ。で、で。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか？ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。 Right then, it was the incident from Signora andBarbatos or Venti, right? 女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。 That was kind of late, but 戦い？まさか喧嘩が好きなのか？そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは、強者と戦える点にある。Oh, wow. モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。Wow. 君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな？よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。 So we're せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望さ。 This is sick. This legit reminds me of Honkai. They didn't forgetThey're past them, that's good. Oh wait, they still do, kind of. Mobile is like 20 gigs now. Is this really? There's no way it's only this, right? There's no way. This is way too easy. Why is my ping 300? これほどの実力。What is that? 君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。 Wait, why am I lagging though? Excuse me? これは諦めなさい。They're still attacking? Oh wow. Oh wow! Fair enough, dude! Fair enough! I underestimated you pretty badly. Not gonna lie. You know what? Yep. Oh, is that it?
What the? Wait, what was that? Ah, その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。螺旋丸。君、案外やるね。劣勢を利用して戦闘の力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。ハなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。What is this transformation? What? What is yo?Oh my god! だが、代価を支払ってもらう。パイパン、ノRound two? Round two, boys! Yo, this looks so... Yo, he looks so sick though! Also, the fact that he actually has two visions is actually insane. Oh wow. Dude, this is sick. I live for this, man. I live for this. This is so nice. I mean, I'm sort of destroying him, but this is sick. I like this. Oh, hello. That was fun. Oh, what the? Kujira Kai? Oi! Alright, that was fun. Yeah, I'll let you off this time. You know, the fact that we actually gave him the time to transform, I noticed that MiHoYo respects Dragon Ball fans. そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。Curb my curiosity. 君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。
神の心がここにないのなら、最初から先祖の巻殻の中には存在しないのか。というより先祖の巻殻自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それっておそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファトゥスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ？ I like how it's so peaceful now. 幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。 Alright, well, I spoke too soon. 魔人？渦の魔人、オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ、海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます？手段があるに決まってるだろ。 Oh my god! ああ、禁忌滅却の札、思い出したぞ。ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。 I was right. It was a fake one.これほどの力を持つ禁忌滅却の札に、女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。Okay, good. Quick, just a quick stop. So it's gonna be a battle between gods, right? So I wonder if, like, Rex Lapis actually, you know, like, come up and, like, battle the, like, the god that, Koshi wants to summon. It would be an intense battle, right? It's like an all-out battle or whatever. Well, it should be, right? But...I'm interested as to, like, what if Venti or Barbatos actually went off against Shit Signora last time? I don't know, like, it was pretty weird how Venti just lost there, you know? Anyway. Oh, that's it, of course. Oh, this is the CG that was in the... Oh my god!I beg the audio doesn't fuck up, please. I beg. That is a huge fish or whatever that is. 神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。Oh no way! This is the basement, right? おい、見失った。あいつ早すぎる。What am I watching? Oh my god! Wait, it's a sea dragon. What? What? Ah, my head! What?
Okay. So is this like the actual form of the god back when it was like the war times, or was this the result of like Koshi's experiment or like the Fadui's experiment? どこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たち、なぜここに。チョウ！ Oh, wait, I actually don't know his Japanese name. あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。Oh, wow! 揃ったな。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。Even he's here! What's up, man? What's up? Thank you for giving me one of the best quests in the game. Thank you. なるほどな。じゃあ、何か案があるんだな。This is so sick, though. Look at this.何も距離が離れてるのに、あの渦の魔人をちらっと見ただけで息が詰まりそうだ。 Okay, something just came up in my head again. I'm sorry. The fact that it's like the camera's pinned like this and Paimon's the only one in the shot, it sort of, I guess, supports the theory that's been going on in the community where Paimon is basically God Kiana or like the unknown god in the beginning of the game.Hey, I don't know, maybe it's actually her, who knows, but I just like the detail of like Paimon's just being in the shot alone. Almost every single time, it's like the epic moment or whatever. Sengangun no Shinpei tachi wa tachiagaru koto sura dekinai ba? Jōko Majin no iyatsu wa ippanjin ni totte yūgai na yō ne. Dakara koso, ano bakemono wo Ryūekō ni chikazuke saseru wake ni wa ikanai.怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。Oh, okay. So this thing is actually like this in the war, not just because of Koshi. Okay. 今ここにいる七星、千眼軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それは。わからないわ。ノメガロン？嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。Why is this so epic? What the hell? 方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置。凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。Now this is epic. The monster one more like the... Oh! What is that? Wait. Is that a seal? What the... What? Oh my God! Oh!
Oh my dude, I'm actually getting chills. What the f- Dude! Oh my god, dude! Oh my god, dude, yo! What the fuck, dude? What is this? Dude. Wait, oh no, don't attack. So the only one that can actually destroy this is pretty much my Ningguo, so yeah. I should have probably made everyone else to at least 70. Or maybe even 80. Cause yeah. But yo, I genuinely got chills when, like, the part when Kokusei and Aether went down. Wait, no, not Aether. Actually, the Japanese one is actually Sora, not Aether. But yo, dude, this game is so good. Oh my god. Where's the next one? I'm sorry. That was my fault. That was 100% my fault. But there wasn't any indicators. You know, I'm sorry, but really, dude? Okay, I don't. Well, I do. Okay, this is. Oh my god, thank you! So we're getting like a... Okay, well, I was just about to say a permanent buff. Oh! Yo, it's that buff? Oh, please. Come on. Bruh, thank you. Okay, I'm actually gonna use my MC. Oh my god! Dude, I'm sorry for not paying attention to their, like, voice lines, but... What just happened? Yo, what? Oh my! Oh my god, dude! Oh. Well, No, please! So we're infinitely healing as well? Dude, what is this? Dude, what is this boss battle? Yo, you guys. Fanduyo-nechan! Dude, what is this? Is this the true power of the MC? Oh
Oh my god. I'm very sorry for not paying attention to like the voice lines or whatever, but yo, this is sick. Rasengan! Wait, we have infinite stamina! Oh my dude! Wait, then Ningguang is way more OP than that. Cause we have infinite stamina, we can just— Oh my god, what is this? What is this boss battle, bro? Oh, the first Ballista's like 59% though. Please? Please? No, shut up, shut up. Why are you talking? You're a bystander and you're— No. Shut up. Oh my god. Jamamono wa kieta. Yoyaku honki o daseru. Oh my god! What dude? Bijudama! I'm sorry. Whoa! What are they doing? Oh no. Okay, I'm sorry, that was weak. The voice acting there was weak, I'm sorry. Oh, it's cracked! And they reused a scene. Oh my god! Yo! Oh my god! 反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよ、もう後には。私に策があるわ。Send the J chamber. それは。Send the J chamber, right? 軍玉閣を。Yep. Yep. 放棄する。どういう考えで。わかった。おお。助力を願う。我が友、wait. 今日の別れはいつかの再会のためでもある。はぁ、what? Oh my god! Dude, I'm actually getting goosebumps. I'm actually getting chills. What was that? Wait, so what happened to Yoko? Oh my god. Dude. What the fuck was that? これで終わったかな？あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。おし、oh, okay. 皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。おし、oh, okay. That's good. 今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて
偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。龍雲や、そこまで言わなくともよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。 Is that the first time she actually used like a formal language or whatever? Wow. 私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由もわかってます。しかし情報はできません。おや、3700年皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？皆様、この度はありがとうございました。何者だ？千岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。隊長？ But the subtitle only said surgeon, a sergeant. I mean, I guess, but これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。
の怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。戦艦軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時、みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭、また来てよ。いけないな。え？いけない。我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。Dude, I'm sorry. The timing is too perfect. I'm trying to just like, because it's morning and like, the good end. みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユへの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユへと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、リュウ。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。They're trying to understand things from their perspective. 戻ろう。コーマ大勢。コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ。記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。勝利？この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。 Oh, right. 危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ？ So it's not done yet. Derail! わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。 Oh, he's here. Oh, it's, oh, it's this part, right?I remember. Fairy lady. お二人さん、何かご用でしょうか。王城堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。お、北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。
魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファルイの縄張りに行くなんて危ないぞ。 I mean, this is pretty bullshit. let's be real here. 仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。ファトゥス同士の協力だって、よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。おうおうおう、うん。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と講師だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ、大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。お前がファリューの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。 I am very interested as to what Shorty thinks because he's just chill. まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。Fangirls would say, No, 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 I still like you. No, I'm sorry, I'm sorry. むしろ、勝利先生と宿女の方こそ、よくも俺を騙してくれたね。それは。今はそれよりも、早く任務を続行するのよ。I'm just gonna say one thing and one thing only. I'm hoping for more fan arts of Signora after this. Yeah. 約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。I was right! なんの話だ? Like, dude, there is no way, because Shori can legit summon...A meteor. Like, he has the Rinnegan and stuff, dude. Like, come on, man. 契約は成立した。何時に渡そう。Oh my god. ずいぶんと上から目線ね。Yup, yup, I did have my suspicions. 何?勝利が勘王帝君だったのか。いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファディにあげるんだ。いや、that's very weird。あげたんじゃない。契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに。急に空から竜が落ちてきて、リーユエコーは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした。
今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。 You know what? I'm just gonna say it now. This was an absolute plot twist that I did not expect whatsoever. Wow. ああ、ずっと手中にあった神の心もついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまり、もし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーユエを助けてたってことか？当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーユエも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。 What? 隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も、氷人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。 What? 俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。No, the plot twist was this. This was the plot twist, not that. リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり、俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。 What? あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょう。おい、誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。おいおい、言っていいことと悪いことがあるんだぞ。I mean, you just said, you just told me now, and now that you said it, I think I know. 神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。Seek an audience with him? What? 勝手にすれば、俺は同行するつもりはない。勝手になさい。
最後に聞きたいことはないか。I'd like to know what the Cryarchon offered you. ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？ It's probably something like because I want to or something like that or like I forgot or I don't know. 普通に考えたら確かにないな。だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。Bro! No, 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 I'm talking. ダメだ。情報量が多すぎるぞ。Exactly. 勝利、一体どんな契約を結んだんだ？教えろよ、なあ。契約内容を秘密にするのも契約の一部だ。ケチンボ。Oh my god. Oh my god, yo. Oh my god, my head hurts, dude. 送船儀式は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたから、ちゃんと見ておかないとな。送船儀式をやるってことは、噂は本当だってことだよな。ガン王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、ガン王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど岩王帝君の件もあったしな。な、岩王帝君を殺したやつと魔人を解放したやつが同じっていう可能性あると思うか。言われてみれば確かに、うん、可能性は高いかも。分かったぞ。きっとそいつが魔人と結託して岩王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかしどんなやつなんだ。今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それより、あの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。よっ。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるように、いくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また、噂を信じ、憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれないか。
wasn't murdered, died. Ah, 七星の言い方だとそんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんてなんだかおかしいぞ。それに理由自体も急に考えたものみたいだし。I think it's because of like Gyoko and the Adeptus, Adepti, you know, went and got an agreement or something. Probably. ガンオテイ君が死んでないことを知ってるのか？でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし。But the Liyue walls have ears, right? 神の心の取引が終わった後。勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろう？そうだ、総選儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。 All right. あ、行校と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は皇天に変えられた。契約の断絶であって一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか。彼女、こっちを見てないか？旅人。うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。Bruh! Oh, oh, Brian. I'm sorry, I'm sorry. 魔界。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。I want you in my party, fam. I want you in my party. It's been day 44. It's... Please. Just please. Just please. Please. Dot, dot, dot. では人探しのお知らせを。 What? Wait, you know what? You know what? I give props to, like, they finally give us an actual, like, dialogue all this time. Oh my god, holy! 今日、わざわざ高校を使ってきたんよ。まさか、ほんまに願王帝君に捧げるものやったとはな。まあ、これでライバルが一気に三人も減ったっちゅうことやな。Is that one? Madam Ping? And then Shito! はぁ、帝君、帝、ん？ Oh, sorry. ところで、皆さんはきっと私と同じ気持ちですよね。岩王帝君に関する記念品こそ今一番の勝機ではないでしょうか。会場の整理、観客の管理、書面記録、仕事がたくさん、漏れがないようにしないと。Dude, what a god tier of like. あなたを仲間にしたことは
最も正しい一手だったかもしれない。きっと後世もそう評価するわ。 I wonder if Ganyu is like a five star. 君ね、さっきの発言は本気？それともカッコつけてる？人探しのお知らせなんてうちうちに私に言えばよかったのに。Observe the bell. As per the traditions of the rite of parting, the cleansing sound of the bell sees the soul of the immortal in it on its way. It's hard to believe that someone would store such a precious object in a teapot filled with cobwebs. Oh! 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 Okay.リーユへの人間と仙人の関係はどんな形になるんじゃろうな。 Oh wow, that's amazing. You know what? Before that, I mean, come on. I have to. Come on. You will never get this chance ever again. Like, look at this. This OP roster. Ah!Okay, well, one more hide character. Got it? Interesting. In the last, in version 1.0, if you hide your character, the characters around you would stop looking at you. That's interesting. Wait, Shori's there. What is he? What?の人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。The subtitles always gets me, man. I'm so annoyed. I'm sorry for skipping. 3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろう。まあ、well, theそうだ。お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな、勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか？言われてみれば、確かにモラが足りないな。But why would Morak select more? ガンオーテイ君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。 I'll give you that. お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろう。Okay, so it's very different than from Venti then, right? So, I'm guessing Morax just like took this life form or whatever. Life form, what am I saying? Yeah, but like in this form, just after the death of like the quote unquote death. So, yeah, it's very different than from Venti then. So, because like Venti has been in that form since like...I don't know how long, but yeah, it's crazy. Totally. The 勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。
勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。ああ、神の意志によって定められた鎖国だ。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。 Oh, so in this day and age, every single Arcan or like every single one of the seven pretty much turned into a mortal or like pretty much tried to blend in or yeah, that. うん、確かライデンだったっけ。Oh no, oh no, Honkai! ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば、稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。Wait, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. So she knows. Shori, お前はリーウェイの岩王帝君だし、何か知らないか？稲妻は一体何のために鎖国したんだ？それは神の目だ。Oh. 神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。 Right, right. So like the hunger for power pretty much corrupts the people or whatever. Yeah, that, しかし、right? 人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関、それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年、ライデン将軍はメガリレーを出した。ヴィジョンハント？メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。おー、ワオ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると、彼女はそう考えたんだろう。ああ、OK。うわあ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そしてライデン将軍は永久を追求する神。永久の国のため、彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。おー、ワオ。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永久だけが天理に最も近い。さて、他に知りたいことは？trial. 天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし、七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに帝君は死んでいないことを知ったからだ。なあ、七星だけでなく、仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか？さて、他に知りたいことは？ Okay. そういえば、七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。
そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいでファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは公使のせいにして彼をクビにするだろう。さて、他に知りたいことは？ I'm still so... そうだ、今神の心を持ってないんだろ。テイワットの村はどうなるんだ？モラクスの死によって村は消えるのか？それに大声は全大陸唯一の造幣局だろ。この先大丈夫なのか？現存のモラは消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは眼神の力が必要だからな。おお。うわー、これからモラがなくなるぞ。世界の終わりだ。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい、こういう難しい問題はリーウェ七世に任せよう。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとかあるのか？へそくり？ふん、普通に考えてそれはいいものだな。しかし、しかし、しかし忘れていた。Of course, of course. さて、他に知りたいことは？ Oh my god. 千人の時代は終わった。リーウェ七世さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七世へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると最初に奪権を言い出したのはおそらく、ん？さて、他に知りたいことは？ OK OK Alright。 では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。All right. Wow, that was an absolute journey. That was an absolute journey. Oh, we got the final Geo thing. I mean, it's pretty useless. Unless they buff the Geo for the MC, I don't see myself using that. But that was an absolute experience. Alright, let's see. Ooh, a lot, fam, a lot. Got 1, 2, 3. That was insane, honestly. Wow. Alright, well, that was it. It's a long journey. I am very sorry for not making this a live stream, because I can't. Hopefully the audio was not bad at all, or at least like a lot of the parts don't get the audio glitch. But yeah, that was insane. Koshi's right here. So, talk to him? Oh, okay. All right. So, this was insane. This was, bro, how would I rate this chapter? A bit of like small things, like small details. But other than that, I would say this was a solid 8. If it's like if I can put like a point, I would give it an 8.5 out of 10. So yeah, this was insane. This was, oh my god. I feel bad for the mobile guys, but you know what? I won't. I was just about to say I'm gonna wish, but nah, there's still a lot of time left.
But yeah, again, I'm sorry for the dragged out outro, but hopefully you guys enjoyed this video. Thank you guys so much for watching. My god. Oof. It's been Sage. And I will see you guys later. Who are you today?